姫路第二発電所は、兵庫県姫路市鹿幕目が時和町にある、関西電力の天然ガス火力発電所。張馬臨海工業地帯に立地し、大阪ガスの姫路製造所に隣接する。敷地内は19万本のサツキクスの木が植樹されている。1963年に1号機が運転を開始、6号機までが建設された。燃料は当初重油、原油だったが、 LNG に転換しており、LNG 基地を有する。2010年9月、既存設備を廃止し新たに1、摂氏600度級コンバインドサイクル発電方式の設備を建設する設備更新計画が発表され、1から3号機は2010年10月、4号機は2013年10月に廃止された。5、6号機については2020年度まで稼働する予定である。 2013年8月27日に1号機が営業運転を開始、以後6号機までが順次運転を開始した。季節5号機定格出力、60万キロワット、営業運転開始、1973年10月、季節6号機定格出力、60万キロワット、営業運転開始、1973年11月1号機、定格出力、 48.65万キロワット営業運転開始2013年8月27日2号機定格出力48.65万キロワット営業運転開始2013年11月19日3号機定格出力48.65万キロワット営業運転開始2014年3月19日4号機定格出力 48.65万キロワット。営業運転開始。2014年7月22日5号機。定格出力48.65万キロワット。営業運転開始。2014年9月5日6号機。定格出力48.65万キロワット。営業運転開始。2015年3月25日1号機。定格出力25万キロワット使用燃料。 LNG 営業運転期間、1963年10月から2010年10月1日2号機、定格出力32.5万キロワット使用燃料、LNG 営業運転期間、1964年10月から2010年10月1日3号機、定格出力32.5万キロワット使用燃料、LNG 営業運転期間、 1965年2月から2010年10月1日4号機、定格出力45万キロワット使用燃料、LNG 営業運転開始、1968年3月から2013年10月1日2015年5月9日、3号機が長期タービンの異常振動のため自動停止、続いて6月1日には5号機も、同減少により自動停止。 関西電力では調査を実施した結果、両機ともに蒸気タービン最終弾動力の一部に接損を確認、応急対策として、当該動力を取り外し、圧力プレートを設置して運転することとした。なお、圧力プレートの設置により、核合機の定格出力は暫定的に46万キロワットとなっている。2015年12月3日には今後順次実施する。 定期検査の際に、各機器の部品交換等により暫定出力を48.1万キロワットに向上させるため、電気事業法に基づき、経済産業省に定格出力変更の届け出を行った。2016年12月8日には、堺港発電所等で導入実績のある最終弾道翼とした低圧上気タービンで復旧することとし、今後順次実施する。 定期点検において、復旧工事を及び、届出を行い、運転開始当初の定格出力である48.65万キロワットにて運転を再開することが発表された。ありがとうございます。